日本東京都世田谷区北沢地域松原松原、松原は東京都世田谷区の一地区である。現行行政地名は松原1丁目から6丁目。郵便番号は156-0043。東京都世田谷区の北部に位置し、道区北沢地域に含まれる。東に大原、羽根木、南に梅ヶ丘、豪徳寺。 西に赤津み、北に、杉並区泉、永福、下高井戸と接するとなる地形は南に向かって下る傾向がある。河川は西から東に流れる北沢川に南で接するが、それは暗渠化されている。鉄道各駅周辺、国道20号沿いに商業地があり、その他は住宅地が多い。なお、北沢警察署、北沢税務署が損し、 警察署等の管轄のみならず、世田谷区北沢地域の物理的中心に近い位置関係が示されている。明大前駅の損する1丁目、2丁目、下高井戸駅の損する3丁目、松原駅の損する4丁目、東松原駅の損する5丁目、梅ヶ丘駅に近接して、梅ヶ丘、梅ヶ丘を称する、施設等が参見される6丁目と、様々な側面もある。 これらの駅、幹線道路の周辺に、近隣商業地等の商業地がある他は、住宅地が多い。住宅地の地価は、2014年1月1日の、工事地価によれば、松原4から34から3の地点で51万3000円、平方メートルとなっている。もともと、東京府茨城松原村であった。その後、上北沢村。 赤津津村と合併して、松沢村となり、東京市編入、住居表示実施等を経て、現在の形となった。上記各鉄道の開業後、急速に宅地化が進む。1926年4月には、石部歌人の斎藤茂吉が後に院長を務めた、精神病院、青山農病院が、東京市赤坂区青山南町から移転して、開院した。 この病院は大東は戦争末期の1945年3月、東京都に譲渡されて、東京都立松沢病院分院となり、その後東京都立梅ヶ丘病院と改組、改名されて2010年まで同地で診療していた。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 鉄道駅は、京王線、京王井の頭線、明大前駅、京王線、東急世田谷線下高井湖駅、世田谷線松原駅、京王井の頭線東松原駅が設置されている。幹線道路は、国道20号に接し、赤包通りが通る。なお、補助54号線の機械通区間もあるが、区間が短く、他の道路との接続状況とも相まって、 幹線道路としての機能は弱い。